本日はお忙しいところ当紹介の新作ファッション発表会にご足労いただきありがとうございます。こちらこそご招待いただきありがとうございます。先ほど何着か進めてもらったのですが、どれも素晴らしく目移りしてしまいますね。ねえアレクシア、アレクシアもそう思う。アレクシア？そうですわね姉様。確かに勧められたどのお洋服もシンプルなデザインながらセンスを感じさせるものばかり。特にドレスはカビさを競うようにゴテゴテした作りになりがちなのを上品にまとめてあって、三つ星のお洋服が人気なのもわかるわね。しかもトータルコーディネートとしてアクセサリーやコスメなんかも合わせて提案されていて、最近では三つ星が流行を生み出すと言われるのもあながち大げさではないわね。ただそれでお気に召したものはございましたか？アレクシア、その表情、どうやら今回のコレクションはアレクシア様にはお気に召さなかったご様子。ええ、アレクシア、いくらなんでもあなた失礼よ。デザインも素材もそれぞれ素晴らしいですし、好みではないというわけではないのですけど、今一つピンとこないのです。アレクシア、またあなたはそんな漠然とした言い方を。ではもう少し具体的に言うとしたら、今回のコレクションはドレス中心だったと思うのですが、普段使いと言いますか、もっとカジュアルなものが見たかったのです。これは失礼いたしました。王女様方はすでにたくさんドレスをお持ちでしょうし、すぐにカジュアルなものもご用意いたしましょう。アレクシアのわがままに付き合ってくれなくてもいいのですよ。いえ、お得意様の好みを知ることができるのは私たちにとっても貴重な機会。お気になさらず。ただ一言でカジュアルと申しましても様々なファッションがございます。アレクシア様はどのようなイメージでお考えでしょう？イメージ？うまく言葉で伝えるのは難しいですね。ではシチュエーションと申しますか、どのようなシーンで着たいファッションかお聞かせ願えますか？そうですね、休日の街歩き、何か目的があるわけではなくてブラブラと歩き回るのに適した、動きやすく機能的、それでいてやぼったくない。アレクシア、あなた注文が少し多すぎやしませんか？そうですか、より具体的な方がいいかと思ったのですが。街歩き、お一人でですか？はい。どなたかと一緒に歩くことを想定しておられる場合、その方の意見を聞くのもよろしいかと思いまして。何を言われるのです？なんだ、私の意見を聞きたいのであれば早く言ってくれればいいのに。違います、姉様の意見を聞きたいなどとは一言も言っていないではありませんか。そんな悲しそうな顔をされても困ります。例えばデートできるファッションなどは異性の方の意見を伺うのもよろしいですね。異性？街歩きと言っただけでデートで着るものだなんて誰も言っていません。なるほど、異性の視点からの意見、それは気づきませんでした。どうですアレクシア？どうですではありません、姉様まで流れに乗らないでください。なんとかこの流れを修正しないと。でないと私がデートの時に着る服を探してることになってしまうじゃない。例えば彼の意見を伺ってみたらどうです？彼？寮の部屋に写真が飾ってあった彼のことです。仲がいいのでしょ？写真？なぜ姉様がそのことを？それはそれとして、なんであんな奴の意見を聞かなければならないのですか？
どう考えてもファッションセンスがあるとは思えないのに、聞くだけ時間の無駄です。そもそもあれはただの友人です。いえ、友人というよりもポチ、そう、ただのペットです。ほう。姉様、何です、今の落胆したようなため息は。写真を飾るくらいですから、もっと仲がいいと思ったのですが、その言い方を見ると。いえ、別に仲が悪いわけではないのですが、ただデートの相手とかそういうのではないというか、まあたまには街に一緒に出かけたりはしますけど、でもあれはデートなんてものではなくて。デートをするのですか、彼と。私はただ身近な異性の友人として意見を聞いてみるのもいいのではないかと思ったのです。なのにデート、一緒にお出かけ、聞いていませんよアレクシア。いえ、そんな姉様に報告しなければならないようなことは何もしていませんから。まさか私の知らないうちにそんな関係に。ですから、どんな関係ですか。違います、姉様の考えているような関係とは違います。では彼は友人なのですね、神に誓って不死だらな関係ではないのですね。姉様、それは飛躍しすぎです。死と影の彼とはあくまでもただの友人です。わざわざ出してくださったのに、本当に何も買わなくてよかったのですか。ええ、特別買いたいものもありませんでしたし、また次の機会にでも。別に買う際に誰かの意見を参考にしたいわけではありませんよ、念のため。あれから誤解を解いて話を元に戻すの大変だったんだから。ほんと話がややこしくなってどっと疲れたわ。でも今日着ているお洋服、あつらえてからだいぶ経つのではありませんか。いい機会だからそろそろ新作を買ってもよかったのに。いいのです、私はこの服がお気に入りなのですから。一応言っておきます、姉様、確かにこの服が似合っていると言われたことはあります。でも決して彼の意見で着るファッションを選んでいるわけではありませんからね。彼。いえ、何でもありません。彼と言いましたか。念を押さなくても大丈夫です。確かにポチ、シド影の君にもこの服が似合っていると言われたことはありますよ。でもそれはほらね、友人としてであって特別な感情とかそういうのはないんです。私の目を見て言えますか。誓って、姉様もご存知でしょ、私が他人の意見に左右されるような優柔不断かどうか。意見は意見として参考にしつつ、私はこの服が気に入っているのです。確かにあなたは昔から意固地というか素直でないとこはありましたね。ただ私は新作のお洋服を買ってもよかったのにと言っただけで、それ以外は何も言っていませんよ。の参考までに彼にはどう言われたのですか。君らしいネット。君らしい、それは似合っているという意味だったのですか。違うのですか。私はそう解釈していたのですが。わかりません。もしかしてふとポチが漏らした言葉を私だけが似合っていると解釈していた可能性が。勘違いだったらどうしよう。姉様、私用事を思い出してしまいました。申し訳ないのですがここで失礼させていただきます。
まったく、今日は一体何なのかしら。もしポチの言葉を褒められたんだと私だけが勘違いしていたんだとしたら、全部ポチが悪いのよ。償いに次の休日には街歩きに付き合わせてやるわ。またいろいろと言い訳をして拒否しようとするでしょうけど、絶対に拒否なんかさせないんだから。そして今度こそちゃんとはっきりした言葉で似合ってるって言わせなくちゃ。